そう、なんかハゲてても入るので皆さんご安心。ハゲてても入る。これを塗れば。なるほどね。まあ栄養あるからね。まあそういうことなんだろうね。まあということでね、そういう話もねこの先にやっていこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日このメンバーでやっていこうと思います。はい、じゃあ自己紹介の方行こうかな。はい、本日 MC やらせていただきます。で、もう見慣れた。宮北もう分かる、いい、大丈夫だよね。あの森田と言います。俳優やってます。よろしくお願いします。タク言うな、タク言うな。はい、よろしくお願いします。じゃあ続きまして。ライブに見に来てね。ありがとう。はい、よろしくお願いいたします。ね、ライブ告知とかもツイッターに載っけてあったので、後でちょっと告知してもらうんでね、あの皆さんチェックしてください。じゃあ続きまして。を見てたから、そういう感じで見てたから、そんな感じだと思います、ね、ね、なんかすごいジャニー大好きとかじゃなくて、純粋に応援したいなみたいな分かる、好きなんですけどね、うん、あれ、これ動き出しましたね、動き出しましたね、はい、ね、皆さんこんにちは。いや、もうでも声は聞こえてたのかな、どうなんだろうね、まあ、めっちゃ、ね、固まったって言うんだよ、今もう見えてますかね、皆さん、いや、でもコメントで固まったってきてるんで、どうですかね、動いたって、よかった。ありがとうございます。こんにちは。はい。こんにちは。はい、ね。一応ですね、一応自己紹介はしたんですけど、それは全部もう乗っかってるのかな、大丈夫かな。大丈夫だと思います。もう一回自己紹介しておきますか。はい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 。ね。全く同じことを言ってみよう。のコーナー。そう、頑張りましょう。はい。本日 MC やらせていただきます。普段の。大丈夫かな。はい。普段やってます。森田やってます。主催さん、秋田出るよ秋田言うな、待ってない、お願いします、お願いします、僕を見捨てないでお願いします。はい、どうぞ、はい、紹介していこうね。はい、今アニメのプロドも400SH です。ピカトルの釘まゆみです。はい、よろしくお願いします。今しましょう、今しましょう、2回目だからね、ビューっていう、アメリカと日本のハーフ、ハワイ新のカナです。はい、現在、エスカラットっていうダンスボーカルグループをやらせていただいてます。ダンスボーカルグループ、ダンスボーカルユニットみたいな、あー、なるほどね、はい、行っちゃいます。はい、よろしくお願いします。カノアさんでいいの、カノアです。はい、今日で4回目、もう覚えていただけました ね、 ね、いつもあなたのそばに、ミスター・ジェイよろしくお願いします。ジェイさんね、そのまんまでもね、本当にね、でもね、あれはやらないよ、もうあのさっきのやつやらない、ね、さっきのやらない、もうね、あのね、さっきね、これだけ言ったんですけど、もう僕も覚えてないので今日やりません、ね、またね、なんかね、意見を聞いたらね、コメントいただければね、やってもらうんでね、はい、よろしくお願いしますね。はい、説明しとこうか、一応ね、しとこうか、はい、本日始まりました、ブルー TV、はい、本日は、ヤフーショッピングライブと同時進行でファッションコーナーを配信、その瞬間は、ヤフーショッピングライブのカメラが主体となります。ショッピングのページからもコメント入力や商品紹介などもご覧になれますので、 Fショッピングからもぜひご覧になってみてください。はい、お願いします。ただこれお気に入ったよねページっていうのがなんだけどね、はい、さっき言ったからページをね、すげえお気に入ってたかどうか怖いよ、怖いよ。だからこれを読んでる時に俺はニコニコが止まらなかったお気に入ったと思ってね、怖いよ。ねえ、ね、役者みーちゃんもよろしくお願いします、ね、お願いします。あ、みーちゃんって言っちゃった、恥ずかしい。いやね、あるんですよ、あのね、さっき言われてるんですけど、それは何だったんですよ、これそういう、その芝居があったんですよ、そのね、その格好が、奥さん役とかみーちゃんっていう名前だったんですね。で、ご覧の通り彼女はみーちゃんって呼ぶので、僕は呼びたくないなみたいな感じで、恥ずかしいなって言ってたのよ。でも、なんかそれを広く見てくれたリスナーさんね、ちょうどね、もうターくんだって、別にクルスキリでターくんって出したら、なんか変な感じになりますよね。そうね、本当にね、なんかあったんだろう、この二人はなっちゃうから、ね、本当に一回一回説明していかないとね、本当に、うん、ダメだなって思ってます。何もないですね。何もないですね、ということですね、はい、カノアさん、はい、初登場です。初登場、はい、しちゃいました、ね、はい、ありがとうございます。ハーフですよ、はい、はい、そうですね、はい、お父さんが、はい、ダディ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 がアメリカ人で、お母さんがジュンジャパ、ジュンジャパ、ジュンジャパ、日本
本人ですね。ダディとお母さん。ダディまあ、マミ、お母さん一なので、あ、そうか、まあ、ママ、お母さん。あで、まあ、パパ、ダディっていうイメージなんで。あ、なるほどね。そうなんだ。ダ、ね、ダっていうね。ダっていうね。すごい。そう、ちょっと見ます、見ます。うん。でも、何え、吹き替えで見たい。追えないですよ、私。でも字幕で見たいときもある。字幕で見るときもあるんですけど、うん、すっごいこれ字幕を追っちゃうじゃないですか。だから集中してないから、まず先に吹き替えを見てから字幕。ああ、なるほどね。うん、え、俺、そう、うん、そうね。あ、ホラーが好きなんですね。ホラー。いや、でもなんかキャー、イエー、イエーとか多いじゃないですか。多い、多い。なんか字幕でもまあ、まだいきそうじゃん。あ、まだいけます、いけますよね。うん、難しい感じの話とかだと、やっぱり。あ、まあね。うん、そうだね。うん、そういうのね。そう。慣れた、でも俺、字幕で見るの。なんか、だから、俺はほら、役者なので、あのね、実験これ、あんまりみんな本当に真似しない方がいいんだけど、あのね、変な、うがった見方をしてんだよ。だから、うがった見方っていうか、普通に見ればいいんだけど、物語で考えるんだけど、こういう時こういう演技してんだなとか、そういう感じで見たら、なんだろう、その俳優さんがやってる演技を声聞きたいから、その字幕で見てるみたいなのがあるかな。なうん、それはあるかな。私逆に、あの、今、このカメラでここにいたのに、こっちのカメラになったら、ちょっと、にいるなとかあそれはあるねそれありますよねあるある今瞬間移動したのみたいなある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 それでしょうがないそれしょうがないんだよねあのね職業病ですね職業病です最近なんかあの髪が抜けてる方のコマーシャルとかあるじゃないですかでそのなんかみんなが20人ぐらいのスーツの男性が階段をバーって上がるんですよ CM なんですよ、うん、なんとかなんとかなんとかクリニックみたいな感じで、うん、この CM のエキストラめっちゃ強かったそうだねそうだね本当に本当にそれはそうだねエキストラってやっぱ見ちゃいますよね自分たちがやたまに入ってくるからねそういうことがあるから、うん、そうなんかドラマとかのエキストラで通行人とかでもあれこういう気持ちなのかな何時間待ったなって絶対本当に下がったんだよなそうそうそうねあるよ本当にある本当にあるこれはジャックあるというかその業界あるあるというかねなんかそういうだからカメラに映る仕事をしてる人ってさそうなるねなんかね多少見ちゃうよねやっぱねはいごめんごめんそうですねちょっと待ってみますねこんばんはあ、めっちゃみーちゃんありがとうカノアちゃんって呼んでますあー今夜始まったぞはい、ジェイソンだマッハパンチお願いしますマッハパンチって何あー、知りたいっすかマッハパンチっていうのはだから先々男塾っていうこれも俺何回説明したかね、本当にジェイさん来るたびに説明してるんだけどあのね、あの先駆け男塾っていうもういわゆる劇画帳の漫画でその中に出てくる登場人物の中にジェイってやつがいるんだよそいつの必殺技がマッハパンチなんですそれ真似されるんですかいや真似はされないですけどいいそうジェイだからっていうことでジェイさんが好きだジェイさんがフリースパッこれねさっきのやつですねみやびちゃんはい、はいね、完全に固まったあでもよかったですねちゃんと、ね、戻ったけどねもうね戻ったねえ、あみーちゃん頑張れ、お風呂入ったって来てますよあみーちゃんお風呂入ったって来てる俺はなぜそれそういう話になったのか、俺は知っているわいや、それはもうショールームでやろここは違うからねそうね、そうね、はいね、はい、動きました、戻った、来ましたね、ここからですねはい、相変わらずうちは盛り上がり、ん盛り上がりするのかなうちは盛り上がり、うちは盛り上がりなのかなどうなんだろうねごめんね、あの、そうだったらすいません、本当にねはい、ね、だんだんうちのお客さんが増えてきたのかなそうかもしれないですねはい、もうぜひね、でもね、エクセスにね、ガンガンもう本当に初見の方とかでもねコメント受け付けてるんで、だんだん入れてきてくださいねよろしくお願いしますはいね、あとはですねみーちゃん、服が暗すぎてあかん私もね、わからないねそうねでも今日はね、こんな気だったのあちょっと大人っぽく違うんですよ、今日はあの、獣になれない私たちっていうドラマ今ってドラマを見ながらお風呂に入ってたので入ってたんですよ大丈夫だから2回言うとかないそしたらなんかガッキーさんが主演なんですけどガッキーさんがめちゃくちゃかっこいい服着てなんか心の変化を服で表してたのなんかちょっと私もしまった服で今日はやったなんだろうなんか嫌なことがあったのかなだから暗いよなっちゃうよ気合を入れたん
って言ったやつだから。あー、なるほど。やることです、大丈夫です。はい、よかった。もう始めたことが来たね。さっきね、やりましたね。はい、山田さん、タンタークって言ってますね。あのね、点々点を入れるとわからなくなる。あとかっこいいならかっこいいって。すげえ喜ぶから。すげえ喜ぶ。お願いします。はい、みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん来てますね。めちゃみーちゃん、ありがとう。ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、萌田さん、別の自己紹介お願いします。なんかキャッチフレーズつけたらいいんじゃないですか。ないよ。じゃあ、萌田さん、次までの宿題。次までってもう次、一応ですけど、私がやることにしてください。来週の22日ね。再来週ね。再来週、再来週の22日。それいる？いりますよね。いや、おっさんのやつ。ね、いりますよね。社長もいる。最近なんかワンパターンなの。俺さ、これでも結構キャラ付けしてる方だ。これはいいと思う。これはすごいと思う。これやりつつ。もう飽きたやつね。どんどんさ、なんかハードルを上げていくの、プロデューサーが。俺に対してね、本当にね。でもね、あのね、大野さん曰くね、あの、俺を育ててるらしいです。ありがたいですね。ありがたいですね。はいね、ご紹介していきましょう。みーちわーんって来てます。はーい。はい、ジェイさん来てますね。チェックますね。はーい。はーい、ジェイさんからのパパンチお願いします。何回も。こんばんは、今夜もよろしくお願いします。関君とね、タツコさん、実は最近すごい仲良くなって知ってる。びっくりしたんだけど。はい。はい、仲良しさんになっちゃってるの。で、学部人の方、美人さんがおるってか、ハウスの方ですね。ね、まつげが長い。そうなの、まつげが長いの。いや、長すぎてびっくりだよ。使ってますかっていうの。そうね。それいい美容液をそうそう。で、ま、目をかけたりとかしたらさ、あるんじゃん。あー、そう。でも確か、伊達メガネつけるときは、ちょっとマスカラ少なめに。あー、やっぱ。あー、あの、そうだね。違うのかな。あ、そう。そうそうそう。そうそう。なんか、その、あれだけで、その、ファッション、ファッションだけでっていう感じで。私も、つけまつげの時期があったんですよ。あれなんでやめたの？それちょっと聞きたいな。まあ私のあの、あ、もうそれ黒歴史。それちょっと面白い。超ギャルの時代があって。すごい、もう免許証が初めての免許の時もパイナップルヘアみたいな、めっちゃモリモリ。すげえ面白い。そのちゃんみたい。元ヤンなのかこの子。そマジで、あのさ、もうさ、正直さ、あれだよね。免許の写真ってなんであんなにさ、こううまく撮れないんだろうね。本当に。本当に一瞬なので。そうそうそう。一瞬でなんかプレッシャーかけるじゃないですか。そうそう。お願いしよう。そうそう。お願いしよう。そうでちょっとニコってしようから、あ、笑わないでくださいって言われるんだよね、あれね。これ免許者の免許取ってます？取ってるよ。あ、取ってる。これはゴールドですよ。あ、違う違う。あの毎年毎年じゃない、3年とか。ああ。昔のって、もう使えた。いやいや、もうあのガチャとも捨ててるね。そうなんですね、もったいない。なんで？でも、その最初のだけないんですよ。ちょっと今度パイナップル持ってきて。パイナップルだけない。今までの入ってますけど、パイナップルはないんです。あー、なるほどね。でも正直、そうなんだよ。あの、みなちゃんの年とかもそうだし、俺くらいの年の時もそうなんだけど、ギャルってあったよ。やったー。めっちゃ流行ったんだもん。え、カズマさんって何歳くらいだよ、こっちにいますか？でも小さくも保育園の中で日本にいて、で、アメリカずっといて、先戻ってたんですけど、バブルの時代とかお母さんがやると聞くと、なんかそのヤンキーとギャルの時代なんですよ。あー、ヤンキーはいわゆる硬派だよね。だからその、なんですかね、地下とか履いてそうな感じでね、いわゆるね。で、まあ、ギャルはもう派手、まあ、すごく簡単に説明するよりは、あのね、あの、ギャルとか、あ、すげー、そう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 、超見てますっていう漫画があるんだけど、とか湘南純愛組とか、あの分かりやすいんだったら、ヤンキーものね、なんかありますか？そう、なんかもう、なんかいわゆる単乱ボーとか、クルーズとかじゃない、クルーズじゃない、クローズ、クローズとか、そうそう、クローズとか、クローズとかいうのはヤンキーで、あのね、IWGP って知ってる？何も知ってる。池袋、池袋ウェストゲートパークってあるんだけど、そういうギャングとかが流行った時期なんだよ、いっときね、いわゆるカラーギャングみたいな、ああいう感じのやつはギャルとかの。うちの子たち結構でした。はい。うちの子たち結構でした。そう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 。あのね、実はね、おじさん、あの若い頃結構やんちゃしてたんです。そう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 。いわゆるだから、ちょっとおしゃれだし、でも悪いことやってるみたいな感じはちょっとギャング方向によるんだけど、逆に硬派で、女いりません、男一筋とか、女、あの、4人禁制とか、あの男子禁制とか、そういう系感じのやつをやってるのが大体ヤンキーって言われる人たちですね。はい、あと暴走とかやってるのは結構ヤンキー。
感じかな。なるほど。パラパラとかやってる。そうね、そうね、ギャルとかはね、あれパラパラできるの？やってますこれ。あ、ね、やってたの？ちょっとそれ見てよ。ごめんごめん、すごい見たいわ。なんかの雑誌に載ってるとかない？載ってない。怖い怖い。さあ。いやでもね、そういうのが流行った時期があるんですよ。流行ってたんですよ、本当に。エックに乗ってるみやびちゃんも探そう。すっごい前向き、全度ぐらいで。もうシュッてやつ。そう、シュッてやつ。やべえ、そんな時代があったの。いや、マジで。今もうすごい、こう平行眉だけど、早めに。なるほどね。こんな時があったんですよ。いや、でも正直、俺も今もチャラ男とか言われてるけど、本当にチャラチャラだった時はあったから。やっぱりありますよね。そう、本当に。めっちゃ茶髪で、あのラルフローレン来てっていう感じの時代はあったよ、もちろん。そりゃだってそういう人たちが多かったの。どうなんですか、世代だ世代。そうそう、あのその制服は普通のストレートじゃなくてちょっとフレアになってさ、履いてたもん。なんかロックランの裏に刺繍とか。そう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 、いたいた、いるいる、本当にそういうチャラ。皆さんどんな時代ですか。どんな、俺らと同じくらいの時代です。全然ですね。あ、そうですかね。いや、本当にだから俺が中学校ぐらいの時だからルーズソックスが流行ったんですね。そう、本当に、本当に。え、似合いそう、ルーズソックスでこうやってこう、そうそうそう、ロール、ロールで。え、制服とかないですか？なんかそういう話もしてます。そうか、でもアメリカだったら制服とかないもんね。ないですよ。ね、それはね、あれ、ふうに、ね、本当にね、絶対合う。ね、本当に。でも、ロース行くと、トルコのとこに、あるんですか？いっぱいいるの。はい、コスプレイヤーが、そうだから外国人の人が制服着ると喜ぶっていうね。あ、そうですよね。それは本当によく聞くかな。まあ、しょ、はい、はい、たまちゃん、もう降りた、もう降りた。来てますね。よく言うならありがとう。みーちゃんが見たくないです。エスカート、カノア。あー、私です。何人か、いつ人から何人。今6人。6人、はい、でも6人でも多いですね。はい、行きたいライブ。トーク、トーク。はい、来てますね。モヤさん、下半身が裸に見えてる。これね、それみんなが違うからね。ちゃんとした、あの、え、ね、でも、スキニーだからね。は、ちょっと色濃くないです。そうだね。じゃないのかね、すげえすげえね、あのね、このスキニー自体がめっちゃ細いスキニーだから、そういう風に見えるんだと思うんだけど、ね、あのね、ちゃんと履いてたね。本当に。あ、定期の説明中。さっきのね、はい、ね、ありがとうございます、ね、はいはい、何かいけないことあったのか。ないないけど、ちょっと黒に締めてみただけ。日本語ペラかったって言ってね。本当に最近帰ってきたのにペラペラすごいですよ。でもお母さんが、そう、日本人だからね、お話しするんでしょ、やっぱりね。そう、英語とかやってます。英語の方が喋りやすい。ちょっとごめんなさい、一回いいですか。あの分かる人にして、ちょっとね、英語で自分で自己紹介してみてもらって。英語で自己紹介してみてもらって。それちょっと聞きたい。OK!Hi everybody, my name is Kanoa. I'm half Japanese and American. I moved back to Japan about a year and a half ago to pursue my dreams. And now I'm on Cruise TV. What's up everybody?すごいかっこいい。かっこいいね。やっぱりネイティブな英語ってかっこいいね。俺今ちょっと映画みたいな気分だったね。すごいな。ね、本当に。ね、字幕ですよ。綺麗な英語じゃなくて、本当にネイティブな英語だから、本当にね、なんだろう。めっちゃいい。本当になんか洋画を見ている気分。だってわ、分かってないもん、普通。ね、日本語入れちゃった。日本語。ちなみに僕、前から気になってたんですけど、結構、ほら、買い付けで言ってるじゃないですか。英語喋れるんですか？もう。任せる。全然喋れないから。いや、あのね、普段とかできないの。だけど、買い付けのこう交渉する英語は喋れる。あー、なるほどね。任せろよって言ったから喋れるって言ったら喋れないよ。全然喋れないよってね。びっくりしちゃった。はい、私も千葉と新潟のハーフですよ。チェック。そうなのね。千葉と新潟。いや、日本人って言うんだよ、そういうの。本当に。ね、加藤さん、はじめまして。はい。お父さんの隣で俺のジェイさんが緊張しているように見える。俺のジェイさん。そうですね、そうですね。最近ね、ジェイさん人気出てきてるんですよ。あの、イケボだから。ありがとうございます。本当にね、DJ 本当にやってほしい。はい。英語喋って、ユーチューブ喋って、喋っていただきましたね。かっこいいですね、本当にね。ジェイさん動いてない。何ここにしてるの？すみません。そんなことはない。そんなことはない。はい、さすが役者ですね。ジェイさん、面と。指しか動いてない。すみません。ねえ、本当にね、字幕の時って、脳では映像を見てないらしいから覚えてない。そうなんだ。脳が字を見ちゃってるから、うん、あ、でもわかんない。二つのことが同時にできる人は見えてるのかもよ。私とか、そういうことは見えない。あ、でもね、慣れてくると、なんとな
く英語で、処理はできないけど、あのリスニングはできるようになるみたいな。だから何を言ってるのかっていうのもさ、ほら一応さ、この中学校とか看護師になっちゃうんだけど、そういうので、やってるとなんとなく言ってることはわかるよね。確かにスピードランニングって、うん、そうそうそう、だからですか、言ってるのかなっていう感じです、ね、早い、全然、ね、まあ、紹介させていただきますね。はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、はい、あの役職が始まるんです。皆さんね、あのね、看護師さんが初めてなんでみんなに聞いてると思うんですけど、ファッションとか好きですか？ファッション好きです。本当ですか？はい。ちょっとモデルさんとかもやられてます。まあね、カノンさんのね、見てたすげえ、もういろんな綺麗な写真が一番できた。はい、楽しみ。はい、ということでですね、ここからはですね、ヤフーショッピングライブの方も合流となります。はい、始めます。はい、はい、ということでですね、ここからはですね、ヤフーショッピングライブの方も、合流となります。ここから同時配信になりますのでね、皆さんね、両方ともね、見てみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、ヤフーショッピングの皆様に関しては初めて、ね、自己紹介の方していこうと思います。よろしくお願いします。本日 MC やらせていただきます、モレス、よろしくお願いします。はい、はい、はい、今日はファミマの豚肉熊を食べたんですが、ちょっとローソンの釜巻きになってます。どうでもいい、こちらも100円セール中で、はい、クリボグラの宮部さん、お願いします。はい、アメリカと日本のハワイ出身のカナです。はい、よろしくお願いします。今日で4回目のミスターチェでございます。はい、よろしくお願いします。あ、みんなね、一回そのゲームをやったからって全部やったね、ほんとにね。ということでですね、ヤフーショッピングライブの方はご覧いただきましょう。ここからはヤフーショッピングライブのクルーズ TV の放送の合流です。ここでクルーズ TV って何っていう方に紹介です。毎週木曜日と日曜日の週2回、19時から90分間アベマフレッシュで生放送をしている番組です。クルーズ TV は東京にある瀬戸内クルーズ高谷荘屋スタジオより生放送でお届けしています。 Yes。 はい、ただもできますので観覧ご希望の方はぜひお越しください。はい、スタジオのあるこの場所、セレクトショップクルーズはヤフーショッピング内にお届けしていて、海外ブランドを中心に150ブランド5000商品を取り合っています。ぜひショップページもご覧ください。はい、どうぞご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。ということでですね、ここからはファッションコーナーというかね、ちょっとね、テンションが上げてきました。はい、ということでですね、ここからね、一人お呼びしようと思いますね。はい、あの、この人結構ね、さっき人気が出てきてるんで、あの、初めて見る方ね、覚えててください。昔でいうドンプニスさんみたいな立ち位置の方だと思ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、お忘れできて、ちゃんと、はい、はい、はい、そうですね、はい、はい、はい、隣にね、女性がいないとね、機嫌が悪い。はい、青木さんでーす。はい、こんにちは。今日ね、違うんすよ。あのね、まずね、言おうと思ってたことが一個あって、あのね、クルーズがもうアメリカから直輸入になったりとか、買い付けに行ってたりとかするから、アメリカとは結構深いつながりがあるんですよ。で、アメリカとはじゃないですか。だからね、もうね、ずっとね、大貫さんがね、あの、カノさんが好きなんで、地理的なのかな。そう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 。ね、そうですね。そういう感じの話をずっとしてますね。はい、よろしくお願いいたします。もう早速じゃあ紹介していきましょう。はい、ね、はい、では一品目ですね、ダーティーハリウッドのメンズ T シャツです。ハリウッドカルチャーをベースにしたビットに富んだアイテムをプロデュース。レディースではマイリー・サイアス、リンジ・ロハン、パリス・ヒルトンなどが愛用。メンズではデビッド・ベッカム、ジャスティン・ティーバーレイク、国内でもアーティストのビーズの稲田さんなども愛用しています。着心地のいい、生地とラブやメッセージが大胆にプリントされたデザインがおすすめです。メンズリーズともにカラーバリエーション、サイズも豊富に取り揃えています。ロサンゼルスのダーティーハリウッドから直接仕入れている商品です。はい、着心地が入れなかったのかな。はい、ね、もううちのね、あの代名詞の一つですね、ダーティーハリウッドです。知ってますか？ダーティーハリウッド、今日知りました。本当ですか？はい、一応こういうね、セレブの方たちが着てるよ、ね、はい、セレブの方は知ってます。はい、いろんな、はい、こういう方たちが着てるものですね。はい、僕も持ってます今着てるんですけど、あとこの黒もあったりとかね、今ね、カラーバリエーションがあって、多分宮部ちゃんこれファッションショーで白金着てるよね。おお、着てますね。そう、ダーティー、これの白金を多分ファッションショーで宮部ちゃんは着てるし、そうですね、まあまあシンプルイズベスト。あとね、ダーティーってこういう普通のあのやつもあるんですけど、あのね、
プリントがね、いろんなね、デザルのもすごい結構いっぱいあって、だからね、ちょっとショップページ見ていただければわかるんですけど、本当にいろんなね、あのバリエーションがあるので、まあまあ、コーディネートして、ね、まあ、普通に一般だけでもありますしね。はい。まあ、でも、これからの時期、多分寒いので T シャツ1枚だと。なので、上にね、そういうなんかいろんなものを着てね、そういう風にね、ファッションの方を楽しんでいただければと思います。すごくかっこいいですよ。で、まあ、本当にシンプルなので、下にね、すごいちょっと派手めのズボンとか、ボトムスとか履いてもかっこいいなっていう感じですかね。よろしくお願いいたします。で、これ、こういった感じのね、出してますね。だって覚えてる来たの。つばきのつぶってがあって、すごくすぐいるなって。すごいですよ、柔らかくて。そうそう、本当に。ただね、基本的にね、ちょっとあの生地というか、あれが薄いので、なんか女性の方はね、下に何か着た方がいいかもしれないですね。はい、よろしくお願いいたします。マジが綺麗。はい、あのね、みやびちゃんはね、もううちの代名詞のファッションショーで着てる。ダーティーロビンでも着てる、真っ白のね、かっこいいやつですね。はい、よろしくお願いいたします。ダーティーハリウッドですね、いろんなカラーバリエーションもあるし、プリントされてるものもあるのでね、ショップページの方をご覧になってみてもらって、お気に入り召すものがありましたら、ぜひぜひね、ご検討いただければと思います。お値段の方は、お値段がですね、税込み6480円。はい、ナリファルって T シャツなんでね、まあ、そんなに高くはないのでね、ぜひぜひね、あのご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ続きましての商品いきますか。はい、次の商品がツールレジョン。え、なんでツールレジョンワーシャツジャケットです。ロサンゼルス発のプレミアムデニムブランド、アメリカはもちろん、ヨーロッパ、世界中で多数のセレブリティに愛用されているインポートラグジュアリーブランドです。今日はそんな人気デニムブランドから防寒性に優れたブラジニーボアのウエスタンシャツを紹介します。はい、それなんですね。そう、ボアがあったかそうだなと思ってたんですよ。そうそうそう、これリトゥルーです。さっきから話題になってるのは、これはシャツなんだろうか、アウターなんだろう。そうそうそう、本当に。あのね、でもね、アウターとしてもいけるとは思うの。結構これ持ってみればわかるんだけど、結構そうあれなので。ただでも、あの、ま、ココしてる。そうそうそう、めちゃめちゃめちゃ寒い時とかは。ちょっとしんどいかなっていう感じ で、ね、ジェさん、いいよ、守って今ぐらいの時期だったらちょうどいいですね。今ぐらいだったらちょうどいいな。そう、今ぐらいの時期か、あとは、春先、なんかいわゆる、その冬から春に変わる時期に着ればいいのかなっていう感じですかね。で、これの中にスウェットとかを着ちゃうと、ちょっともこもこしてて嫌だな。もこもこ、もこです。はい。ね、これあったかいっす、本当に。うん、ちょっとね、僕ダーティーの上にこれを着ているので、すごい薄着なんですけど。ちょっと私も着てみたいです。いいよ。モコモコが、モコモコが、モコモコ大好きなんですよ。そう、あったかいよ、めちゃめちゃ。あー、女の子でもいける、いける。すごい、いい感じね、かわいい、かわいいですね、これかっこいいですね。いいですね。はい、モコモコです。あったかい。はい、モコモコ。これはね、どっちなんですかね、すごい結局。どっちなんですかね、アウターなのか。いや、でもシャツって言っちゃうとちょっと上手すぎる。そうですね。すごい、これいいですね。ショーパンを合わせたい。あー、でもね、これね、2XS っていうね、すごいちっちゃいやつだから。そう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 。今これが何？ S? S? 私ちょうどいいです、これで。これ S で、もう2から。そうですね。レディースでも女の子でも着れます。着れますね。はい、そしてちょっとね、普通のシャツよりちょっと丈長くてね、普通にアウターとしてこうやって見切ることもできます、うん、あと単純に今ぐらいの時期だったら、多分これ1枚で、ダーティー1枚外出ても多分大丈夫です。あったかいんで。そうです、ね、はい、めちゃめちゃあったかいんで、なんならちょっと俺汗かきそうなぐらいが暑いんで。はい、こんな感じですね。はい、もう別です。そのコーディネートとしてはですね、そうですね、立派かな。デニムかな、やっぱりデニムが一番濃いかなっていう感じですかね。はい、上がね、こういう色をなんだかんだで使っていうので、普通のシンプルなジーパンの方がですね、かっこいいかなっていう感じはしますかね。それこそ女の子、いや、いいなー、ちょっと欲しいなって欲しい。はい、ね、ぜひぜひね、ご注意。みやびちゃんが欲しいって欲しいって言ってます。皆さんね、よろしくお願いします。はいね、高そうだもんな。はいね、お金を振り込んでいただければクルーズの方でね、すげえ、すげえわかりやすい。そう、クルーズの方でね、あのみやちゃんにお話しすることができるのでね。商品を買ってプレゼントじゃないの。お金を振り込む。ちょっと斬新。斬新だね。斬新だね。2週間後にみやびちゃん来ます。斬新だね。やべえ、斬新でしょ。そういうね、そういう、どうだろう、ビジネスはどうだろう。そういうビジネスだよ。やべえ。できればネットボタン直接プレゼントもらいたいですね。そうですね、そうですね。愛がね、愛がね。お金ね、ちょっとあの大人の匂いがする。大人な感じになっちゃうね。これが欲しいって言うとお金が振り込まれる。すごいいいじゃん。本当にいいシステムすぎますよ。ポケットとかあるんです、実は。ポケットあるんですか。ポケットあるんですよね。ポケットも面白いですか。ここね、あー、
あ、でもいいですね。でもやっぱジャケットだよ、これは。ね、やっぱりポケットがついてるとかジャケットかなっていうのはありますけどね。でもいいなぁ、はい、それもいいですね。はい、トゥルーですね、トゥルーレージョンですね。色レージョン、でも何個か、はい、他にもあるんで、はい、ちょっと宮部ちゃん4色ぐらいだね。ここに向けて買ってね。買ってね。よっしゃ、ありがとうございます。ね、今ね、チップからで、あの、買ってあげようって感じ。はい、ね、チップやべえ。お値段の方は、お値段の方が、税込み22,600円。結構なもんなんですけど、大丈夫ですね。はい、ね、先はこちゃったね、もしよかったらね、あの、受けていただけたいと思います。今ちょうどいいね、こういう、ちょうどいいってだけでね、いいんでね、ぜひね、こういうのあればね、みやめちゃんが欲しいって言ってるんで、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。めっちゃ欲しいね。続きましての商品いこうかな。はい、はい、続きまして、ロンドンベーシックミリタリーダウンセットです。かわいい。あ、それもかわいい。すごい。はい、2人使い付けをした、日本ではまだ見つけますか。ワッペンと刺繍を施したミリタリーテイストアフレーダウンジャケットです。軽い作りで温かいけど動きやすいのが特徴。すごいすごいすごい似合いますし、これ欲しいです。欲しいです。欲しいです。はい、ね、いいですね。はい、もう、あ、紹介一部終わった。はい、ロンドンベーシックですね。僕初めてなんです、実は。そう、実はですね、ロンドンベーシック紹介するの僕は初めてなんですけど、何回かね、番組では紹介してるんですけど、僕が紹介するのは初めてなんですけど、ちょっとね、あの、なんて言えばいいのかな、ミリタリー的な感じのイメージがあって、はい、日本っぽくないで、ちょっとね、トップガンとかでね、着ててもおかしくないような感じのね。はい、ロンドンベーシック知ってますか。ロンドンベーシック知らないですけど、結構マイナーなんだけどね。そう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 、すごい、すごいかっこいいですね、本当に。なんか、なんかちょっとね、あの、外したい時とか、それこそね、本当にカメラの服とかにちょっと外したい時とかは、こういうのね、あの、いいかなっていうのはありますね。私、ダウンジャケットって反対派だったんですけど、はい、ちょっとこれ見て、どういいのかすごい、高い。ね、本当にあったかいと思います、本当に。これかっこいいし、あと、単純に普通にアウターとして着ていれば、全然寒くなるので、はい、真冬とかでもいけるんじゃないかな、正直。ね、本当に。うん、下の中に本当にダウンなので、はい、あったかいのでね。なんか、もこもこすぎない感じが本当にいいですね。そうですね。はい、だからね、こういう、コーディネートでもいいですし、そうなんです。あ、すごい。クリアのポケット。あ、そうそう、おしゃれ。え、ね、ここなんか可愛いもの入れてもいいですか。なんか、ね、携帯いじれそうです、こうやって。あ、あ、出ない。やばい。結構アミチックでね。そうですね。アミチックですね。はい。サバゲやってるんで。あ、そうか。いいな。あ、そうか、サバゲやってるんだっけ。サバゲ、そうなんですよ。そう。ねえ、はい。ね、これ本当に可愛いと思いますね。はい。まさかね、あの、フレットシャソン。それこそ、花野さんが服を着てても、男だったらば、まあ、僕だったら結構シュカットされてるジーンズデニムかなぁ。これでもいけるんじゃないですか。まあね、あの、こういう、あのね、履いてないって言われる意味だけど、こういうね、ズボンでもね、いけるとは思います、正直ね。あとね、これが上がふわってしてるんで、下はね、あの、どうすればいいかっていうと、やっぱりキュッて縛った方が、やっぱり、見栄えはするかなって感じかな。これにしたら、大変ってなるから、ね、そういうところでね、コーディネートね、そういう感じでね、楽しんでいただければと思います。かわいい。そうですね。本当に。かわいいですよ。見ないで、見ないで。はい。ということでですね、ちょっと受けていただければと思います。お値段の方は、はい、今、50% オフなんですね。あ、50% オフ。じゃあこれが、うん、その価値観で見るのか。はい。あのジャケットよく安いの。はい、だからあのね、アウターでこの値段だから安いです。1万2000円。ヤフーショップを見てる方はあの小止めで確認できるんですけど、ヤフーと見れますので。そうですね。はいね。ジマル君はあのおねだりしてた方がいいと思います。買ってね。はい、買ってね。ね、はいね、ぜひよろしくお願いいたしますね。ずっと着てたら多分暑いんで脱いだ。これで帰ろうとします。いい、はい、ありがとうございます。はい、これね、もしよかったらね、ロンベーシックですね。はい、ぜひね。いいですね。はい、あの、ご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、続きましての商品いきましょうか。はい、続きまして、クルーズオリジナルのスウェットトレーナー。おー。どうですか？クルーズのオリジナル？これクルーズのオリジナルです。すごい、待って、かわいい。すごい大きいサイズなんですね。じゃあ、せいさん、お前の。オリジナルのクオリティにこだわったボディが特徴で、長く着用しても型崩れなく、毛玉ができる心配もありません。同プリントでプルオーバーのプルオーバーやジップの型もあります。はい。すごい可愛い。クルーズの
の、 あのオリジナルってあんま出さないの、あの、ね、意外とね、実はクルーズのオリジナルもあるんですっていうね、ことでね、ちょっと今回ね、お出ししてるんですけど、あとローチャリもですよね、ローチャリもですよね、はい、あのデザインもね、これ昔シビジャレット作ったそうですねのデザインが、はい、クルーズの、はい、そうなんですよ、これクルーズの代名詞なんですけど、一応ローチャリのね、あの扱ってるとこそんなないんで、あのね、これはもう なんかなんていうんですかね、ロゴみたいになってるんですけど、一応これがあのクルーズの一応オリジナルのあの商品になりますね、はい、それこそね、男だったら別にそのまま着てもいいですし、俺はこれだったらね、女の子の方が多分ね、可愛く着れると思うよ、この人だったら、これ、こんな、こういう、あの大きい感じの、そう最近女の子着る、すごい思います、ドーンとしたの、そう、あのね、それこそショーパンみたいなの履いて、ちょっと着たいもん、2杯分そう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 、2杯分とかね、ソックスに、そうそうそう、こんな感じで着ると怖い感じ、あ、着ていいんですか、着たいはい、ぜひね、あのね、クルーズね、あと行ってきます、あとね、それでもね、ご紹介していきましょうかね、あちら、ご覧になっていただければ分かるんですけども、はい、こちらですね、ローチャリ、こういうのがね、置いてあったりとかするんですけども、あの、まあ一応カスタムができるのでね、やばい、これ欲しい、はい、ね、これね、女の子が着た方が多分可愛いかな、可愛い、燃え袖してあげて、燃え袖、燃え袖めっちゃ可愛い、ね、ね、これね本当に、いや、やばい、しかも裏は裏起用です、起用、あったかい、すごいよ、これすごい、はい、これはちょっと感動しました、そう、一応ね、こういうね、あのクリスのオリジナルもありますよっていうことで今回ちょっと出させていただいたんですけど、こんなにあの反響のことはなきゃいけないね、ずっと隠してたねずっと隠してた、僕はね、知ってんです、あのね、衣装で、あの衣装をやるときにいろいろクルーズの、ね、オリジナルが出てくるので、オリジナルあるんだっていうのがね、はい、そうですね、で、ちょっとね、ローチャルの方も紹介しとかないといけないんで、一応こちらの方ね、はい、見ていただいて、じゃんじゃん、これが、あのうちのオリジナル、そうですね、ゆきなさんがね、あの乗っかってる自転車、さあ、はい、読みます、はい、で、ゴナが20インチ自転車本体とパーツなど500種類以上の品揃えで、いろいろな組み合わせもあります。海外アーティストのジム・ジョーンズ、T.I.、スヌープ・ドッグなどが雑誌の撮影やミュージックビデオにも使用しています。 X、メンズ・ノンモ、ナイン・ジャン、ライド、ホーリーなどの雑誌掲載、青山テルマさんの TV 出演、EXILE、三代目 J.Soul Brothers、土屋アンナ、小田君などのライブや出演にも協力させていただきました。そうですね、ローチャリですね、この間も紹介させていただいた、一応ね、あの、あんまり他のところでは扱ってないものなので、もう一度少々紹介させていただこうと思うんですけども、これね、ローチャリめちゃめちゃかっこいいと思いますね、これね、ね、うん、ただね、ちょっとね、あの裏事情ちょっと言っていい、ちょっとね、ちょっと面白い話があったら言っていい、うん、あのね、あんまり出ない、本体のそのフレームとかを頼んだりとかすると、店長があれ出すのめんどくせんだよって言いながら作ってくれますからね、そう、あれ出すのめんどくせんだよって言いながら作ってくれますね、店長と、本当にあのこうやって一生懸命ね、あの作ってくれるのでね皆さんね、はい、本当にあのでもね、本当に愛情を込めてね、愛情を込めて、でも奥の方にあのレアなね、そのフレームとか選ぶと、あれ出すのめんどくせんだよっていうのはよく聞く、はい、って言いながらも、でもパソコンの作業よりか好きなんですよね、うん、そうなんですよ、はいね、うん、そんな感じでね、あの、まあ、裏事情もありながら、まあ、こんな感じでね、本当にね、うん、本当にいろんなカスタムができるものですね、こういうのいいチャイ持っててね、本当にあの街中とか走ってたらね、普通の人とかとはね、差がつけられるのかなっていうのはありますね、はい、今まで見たことない写真ね、はい、元 AKB の、長尾まりやちゃんが PV 撮影ですね、へぇ、はい、ね、でこちら、見せてくださいね、AKB の長尾まりやちゃんと発着して、はい、これの隣に、グラビアアイドルの長瀬まりちゃん、ね、はい、本当にね、いろんな方がね、あの使っています。なんでかっていうと、やっぱりそれだけ貴重なんですよね、あのあんまり映像に、そうそうそう、そうですね、となんかローチャリでね、関ジャニ、なんでしたっけ、エグザイルでしたっけ、あのこの辺りでライブのその会場を走り回ったりとかしてます、エグザイルさん、ね、エグザイルさんですね、はいね、本当にね、もしよかったらですね、こういうのね、1個組んどけばね、かっこいいかなっていうのはありますね、よろしくお願いします、女の方がよろしいでしょうか、はい、
こちらのスウェットトレーナーの方が税込み5,400円、はい、これはもうねえ、買おう、買ってねって言ってて、これちょっと欲しい、買ってねみんなでお揃いしたいね、これ、ね、超可愛い、やばい、ちょっとこのまま着て帰ったらバレないから、はい、そして、クルーズローライダー20インチの方が税込み54,000円となってます。はい、54,000円からなんでね、あのいろんなあのカスタムによっていろいろと値段は変わっていくんですけど、もうピンキリなんでね、100単位のものもあれば、普通のその5万、6万のやつもあればっていう感じなんで、ぜひぜひね、楽しんだそういうのね、検討していただければと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい、ということで本日の商品これで最後なんですけど、はい、終わりなんですけども、はい、まさかね、いろいろやんなきゃいけないことがあるんで、あの、かけてもらっていいですか。改めまして、今日で第4回目、もうお馴染みでしたでしょうか、ミスター J こと大滝純平と申します。フェイスブックは本名大滝純平で、Twitter、Instagram は、ミスター J の名前でやっております。でですね、12月1日、土曜日、11時から16時までの予定なんですが、あの、渋谷クロス FM さんの中にあの、ママ夢、ラジオという、まあ、全国のママさんの夢を叶えていこうというコンセプトの番組があるんですけれども、その出張版というべきママ夢ライブというのは、12月1日にございます。あのコミュニティスペースというべきですかね。で、あのいろんなの出展、まあ、クラフトだったりフラメントというのがあるんですけれども、その中の一つとしてあのバンド演奏というのがありまして、僕そのバンドの中にあのキーボードなどでお手伝いさせていただいて、12月1日でなんと入場料500円でございます。いいですか、500円ですよ500円で、11時から16時までいろいろ決めますので、もし、この日、皆さんお暇でしたら、ぜひご来場お願いいたします。はい、よろしくお願いします。なんと僕がキーボード弾くところを言うと見られますよ。はい、はいね。というわけで、いつもあなたのそばに、ミスター・ジェイでございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、皆さん行こうか。はい、近づいた。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん今日はありがとうございました。クッシンボーグラドルの釘松みやみです。私は、今週は土曜日のご視聴ありがとうございます。みなみフレッシュで出場させていただくので、よかったです。そしてなんと、ラジオの大会、そして大阪撮影日、土曜日が名古屋、18日、日曜日大阪です。ぜひ遊びに来てください。そしてなんと、本日夜9時、Twitter で重大告知を2つします。何今言ったら重大告知じゃないです。はい。ぜひぜひ Twitter チェックしてください。私の名前ですぐに出てくると思います。今日見てくださってありがとうございました。この後クルーズ TV もお願いします。はい、よろしくお願いいたします。僕の告知は、クルーズでやらせていただきますね。よろしくお願いいたします。で、最後にそれお願いしてください。よろしくお願いしますね。そうそう、ショッピングライブ終了時間です。ヤフーショッピングライブをご覧いただいた方ありがとうございました。毎週木曜日曜19時30分からお届けしております。次の配信はなんとヤフーいい買い物の日スペシャルとしまして、そうですね、クルーズ TV と同時進行、いつもより30分早く11月の11日の19時から8時30分、20時30分まで拡大2時間スペシャルでお届けします。はい、よろしくお願いしますね。ヤフーいい買い物
買い物の日は、はい、今テレビの CM 入ってるんですけど、はい、ヤフーさんの方が3倍ぐらいの人が来られるらしいので、ね、たくさん見ていただけると思います。はい、なので、ね、ぜひぜひね、いつもと違いましてね、7時半から8時までいつもはやってるんですけど、あー終わってしまったかー、じゃあねー、ありがとうございました。クイズ TV ね、見てくださいね。ということでですね、クルージーの方を持ってきました。はい、クルージーですね。来週は、あ、来週日曜日はヤフーショッピングとクズ TV をずっと同時で同時配信ですね、うん、はい、初めから終わりまでやろうかなと思ってます、はい、で商品も多分少し多めに紹介するのかなっていう感じですよね、はい、そんな感じでありますのでね、クルーズ TV お客様もですね、ぜひぜひ、ね、ヤフーショッピングの方もねチェックしておいていただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、ごめんね、最後まで読めなかったね、はい、そうですね、はい、すいません、でも大事なところ言えたので大丈夫ですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ね、クルーズ TV の皆さんもね、またやりますのでよろしくお願いします、はい、はい、ということですね、戻ってきましたが、戻ってきました、はい、コメントがすごい重要、すごいね、そうね、コメントを読もう、はい、それがいいと思います、はい、コメントを読もう、ね、はいね、すいませんね、すごいね、紹介できなくてね、いっぱい来てるんです。そうですね、ありがとうございます。はい、もうだってこの時点で190コメントあるね。あ、すごい、ありがとうございます。和田 J さん、相変わらず可愛いって来てます。ありがとうございます。可愛いって言われてますよ、大丈夫ですか。はい、和田さん、今日も男塾説明あざっす。そうですね、ありがとうございます。はい、参加させていただきました。はい、カナダさん来てますよ。本当可愛い、びっくりした。可愛い。本当に、ね、本当に。俺の画面では J さんだけ動いてないんですそんなことはすんません、そんなことはないよ、うん、そんなことはないですね、 J さん動いてないでいきますね、はい、よかったです、勝負の黒、そう、勝負の黒な、はい、でもやっぱりグレーの方が映えますね、映えるね、合ってない、大丈夫、来たこれ、ちょっとこれいいなチェキくん、チェキくん、欲しいって、やべえ、チェキくんになってる個人攻撃してる、見てあげてください、でもマイクだからあのクルーズのですか、はい、俺のじいさんは男の中の男なので姿勢がいいのだ、そうですね、ありがとうございます、いつもだよ、なんか格闘技なんかやってたんじゃねえかなっていうぐらい あれがいいですね、姿勢いいですよね、そうです、格闘技ってわけではないんですけどね、なんかやられてるんですか、スポーツだったら高校卒業まで水泳やってました、あー水泳ね、だからね、ガタイもいいですね、しっかり、実はバタフライやってました、おー、一番あの筋肉使うやつだね、すごい、すごい、ドルフィンキックができません、教えてください、もう僕は水泳離れから長いんで、多分できると思いますけど、いや、私、犬かきなら誰にも負けない、マジで、いや、僕が始めるからめちゃくちゃ早いんですよ、本当に、なんともオリンピックとかあったら選手候補にいいんじゃないかってくらい早い、まあ、すごい犬が早い犬は自慢できるから、大丈夫です、超早いですよ、だってびっくりするくらい早い、あね、自動車と同じくらい進むか、ショールーム見てない人は分からないと思うけど、ね、だから犬も飼ってるんだよね、はい、はい、ね、めちゃめちゃ可愛いんですよ、そうそうそう、ワンちゃん、そう、そう、本当にショールーム見てたらね、本当に癒されるんだ、そう、昨日なんてね、言ってやろ昨日なんて ね、ショールームで、自分が眠いからってその、犬にね、配信をさせてた、そう、アフレコつけてね、アフレコつけてね、本当に兄ちゃんがちょっと眠そうなので配信してます、そうそうそう、やってたねね、本当に面白かったけどねはい、森田さんのチャラさが見たくて毎週来てますそんなことないでしょ、そんなチャラいかな、でもね、本当にね、最初の頃はもっともっとチャラくやってたんだよ、最近は聞いたけど、ね、本当に、はい、割田です。よろしくお願いしますってやってた。言っちゃったんですね。そうそうそう。もうね、でもね、これやるとね、手越くんって言われるから、怒られるかなって思ってやめたんです。はい、ね。はい。ね、ゲストの話は聞きたい。ごめんなさい。すいません。はい。ね、ごめんなさい。はい、行きましょうね。森田さんのキャッチフレーズ的なのを考えましょう。で、さっき言ってたやつね。22日まで楽しみにしてます。いやー、ないなー。ほんとにないかもしれないです。森田さん、どのバージョンアップやったねって言ってたんですね。はい。バージョンアップね、結構ね、この年になってくるとね、アップデートに時間がかかるんですよ。そう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 。そうそうそう。アップデートにすごく時間がかかるので、ちょっともう少々お待ちくださいね。はい。森田さんの次の自己紹介が楽しみに。ね、楽しみだね。じゃあ22日まで考えてくればいいの？はい。わかりました。ああ、ちょっと。ね。
ちょっと考えておきます。はい、頑張れゲストって言ってる。ごめんなさいね、なんかね、うん、でもそのパターンでも間に合わない。そうですね、もう下が半分以上ある。ちょっと行きましょう、ね、はい、ちょっと行きますね。はい、パイナップル希望面白いですね。ちょちょ、ごめんなさいね、全部紹介できないので、少しずつね、ちょっと飛ばしちゃうかもしれないですけど、はい、はい、ヤンキーとギャルは確かにちょっと重なる部分もあるからですね、って感じですね。そうですね。あ、はい、香川さんに直旅は伝わらないのでは。あ、直旅ってわかります。直旅、あのね、お祭りとかで、旅はわかります？こうやって、多分、あれ違うの？旅も無理。旅も無理かな。あの、和服とか着たことありますか？あの、着物ですか？そうそうそう、着物あります。着物、ね、本当にね、着物とか着たときに、あの靴下みたいなのがあるんですよ。はいはいはい、ここに、あの割れてる。そうそうそう、あれ旅って言うんですけど、 あれ普通の旅なんですね、はい、で、ヤンキーとかが入ってるやつは直旅って言って、あのね、ここにね、ブレーキがついてる、あのお祭りとかで使う旅があるんですよ、そう、それの、そう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 、え、後でしょ。ありがとうございます。そうですね、そういうね、直旅っていうのを履いてる人は結構ヤンキーだったんですよ。アマゾンとかで売ってるんですか？アマゾンとかでも売ってます。どこでも売ってます。どこでも売ってますよ。フライムで。そうですね、あと、そうね、フライム、いいよ、フライム。森田さん、いつものジャッキーチェンのモノマネ、後でお願いします。やったことないけど。ジャッキーチェンのモノマネってやったことないけど、本当に。はい、カノアさんのツイッターがね、あの、S…カラットアンダーバーカノン、カノア。でもカノアすぎって検索しても出てきます。カノアすぎでも出ます。カノアさんの制服見たい。私も見たい。すげえ足長いから似合いそうだな、なんか家に準備してるんですよ、その制服の種類とか、どんどん集めてるので、でも全然着る機会がない。え、ちょっとこの子じゃ制服で。え、本当ですか？え、私も制服して。あ、やばい。絶対違う。俺は絶対違う。俺は絶対違う。その時、その時ボルタ飛ばすから。やったー。俺絶対行きないから。その時は女子スペシャルで見たい。あ、でもね、俺一回ね、やったことがあるの。あのね、そのなんかその、小劇場の時のなんか仲間で、ちょっとその、なんていうのかな、あの、ちょっと出かけて、そのディズニーに制服で行ってみようコーナーみたいなのやったんだけど、その時来たんだけど、もうね、ダメだった。見えないって。全然ダメだ。見えない、見えない。本当に。ね、でも俺はだからちょっとね、ネタの方に持って行って、あのクローズみたいな感じで、ガラシャツに下に黒いストラックス履いて行ったら、あのね、友達が寄ってきてくれなかった。怖えっつって。確かに怖っ。超楽しみにしてる。私もね。マジですか。英語の作動の発音がすごかったね。そうなの、来てますね。めっちゃ声聞いてます。え、カノさんダンスやってるんですか？カノさんもっとお顔見てて、ってますよ。はい。かわいい。かわいいよね。かわいい。ね、ほんとに。で、あと、このスウェットは一番大きいサイズいくつまでですかっていう話で、今これ着てるのが XL で、ちょうどいいです。 3XL まであります。3XL です。私 XL がちょうどいいかな。すごい。ね、ほんとにね、マジでね。あ、宮城さんいいキャラ、ありがとうございます。嬉しい。あ、そう、ちょっとね、ちょっとね、誰がデブじゃん。ちょっとヤフー、ずっとヤフーカメラですか？そんなことないですよ。あのね、あの、ごめんなさい、さっき言えなかったんですけど、あのね、ヤフーカメラとあのフラッシュを、同時配信しているので、両方で見れます。そう、両方で見れるんで、あの、別に、あの、本当にね、あのヤフーの時にいつもね、あの、そっちのヤフーの方主体になってやってるったりするんですけど、そういうことはないです。両方ともに見える形でやるので、はい、皆さんね、どっちも大丈夫ですね。みーちゃんのプレゼントの代金は、森田さんよろしくお願いします。じゃあ、これ最優先で、ぜひ。うん、あのね、大きい給料が入ったのね。はい、ヤフーショッピングの時のノルマ、何回いいんですか？前回7万だっけ？前回7万いったから。相対だったね。前回7万いいねって、みんな指が痛いとか言ってた。で、そうね、あのね、ヤフーショッピングのみで配信したんだけど、途中でね、ちょっと電波悪くなって、あの、真っ暗になった状態でみんなにずっと押してくれてたの。だから、なんだこれは、修行かっていうコメント入ってたから。でも次の日なんか電話かかって、何ですかこれはって。そうですね、っていうコメントがあるんですよ。僕と藤本くんと、サリーさんと、みなみちゃんか、この4人で配信したんだけど、あのね、終わった後、めっちゃしんどかったのよ。終わった後ね、あのね、裏方含め、あの出演者含め、みんなでぐわってなった。疲れたって。あ、きつかったね。ゲストの皆様ね、本当に、はいね、ね、ですね、
森田さん、今日こそ20分のくだり。なんでいや、まあまあ、じゃあ、ね、一応、加納さんね。はい、だから森田さん、鬼ぞりでお願いします。鬼ぞりでこういう。あのね、前ね、大悟さんがいつも。大悟さん、千鳥の大悟さんと僕、じゃあ、近いんですよ。なんで、言ったことあるんですけど、鬼ぞりの人で、たまにね、面白くなる人がいるんですよ。鬼ってこれで、ここら辺まで上げるんですよ、ソリを。それを上げすぎてここら辺まで行って、もう少し後ろに繋がる人が結構いた。やだー。あの人は言いましたよ。本当に。うん。ね、本当にね。それは面白い。そういう人がね、多いんです、僕の実家の方は。広島だよね。はい、その時は、みーちゃん MC、タークはコメントで参加お願いします。MC ね。MC ね。はい、乗っ取られます。オリジナルトレーナー全部いいと思う。ね、すごいですよね。みーちゃん着て帰ろうってたくさん着てるから、着て帰りたい。超かわいい。え、これいいですね。私もこれオリジナルパーカーとか作りたい。あ、すごいね。はい。企画が立ちました。あ、だったらみーちゃんが、うん、なんだっけ、みーちゃんお揃いなら欲しいってやっと見たからね、コメントね、ほんとに乗るなんですか始まるかえ、ちょっとこの方だったらめちゃくちゃ欲しい。ほんと、よし、やろっか、何か何か企画しようかな。かっこいいやつ。すげえ言ってるじゃん。大体ね、こういう話になると全部俺に乗っかってくる。あ、手伝ってねやるんだったら、マジ手伝ってね本当に、森田君やめて言うんだから、あの人ほんとに、そうそう、最近何屋さんかわからないんだから。え、みーちゃんオリジナルスウェットよろしくね、みんなよろしくお願いします。はい、まあだから本当にみなみやみちゃんは、みーちゃんに言います。いいじゃん、みやみちゃんはみやちゃんは、クルーズの専属なので、ほんとにそういうのね、全然やってもいいとは思うんですけどね。私推しっていうよりかは、かっこいいやつが作りたい。かっこいいやつ、みーちゃん、私推しじゃなくて着れるない、かっこいいやつが作りたいです。デザインみんなに考えようか。やったー、そうしましょう。でも公募とかしましょう。あ、OK、デザイン募集、募集、ね、これさ、ほら、あんま喋ってないでしょ。仕事がどんどん増えるから、俺の仕事がどんどんあんまりね、返事をやろやろってならないの俺の仕事がすごく増えるから。カノアさんのモデルもお願いします。わかりました。そうしましょう。お願いします。クルーズでね、さんの体型だったら、クルーズでいろいろそのファッションショーで使ってる服とかあるんですけど、めちゃめちゃ似合うと思いますよ。本当に。ね、本当にめちゃめちゃかっこよく決まると思います。クルーズでの森田さんへのパワハラがすごい。すごいっすよ。で、さっきのコアラの、さっきのコアラのやつ作ってください。よし、みーちゃんやろ、マジで。いや、やりましょう、楽しい。みやみちゃんもやろって言いますよ、そりゃ。そりゃ言いますよ。そりゃ言いますよ。俺に全てがかかってくるんだ、みんな。知ってるか。そりゃ、ほんとに。みんな、タイム買ってね。楽しみ。私も毎日買ってね。言っときますね。店長、プロデューサー、手伝ってくださいよ。いや、マジで。ほんとに、言っときますよ。言っときますから、ね、レンさんと綺麗な笑い。いや、マジで、本当にマジ、本当に、ね、ファッションの時なんか来ていいんだ。2階のファッションショーの時なんて ね、 みんな2人ともね、オフィスに入ってこないんだよ、ね、って全部まあそういうね、愚痴もちょっと言っていこう。はいね、はい、今誰かここでマッハパーなぜに最近はだから、ジェイさんの口数が少ねえってことだからじゃない、多分ね。ジェイさん参加して。でもね、本当にね、ジェイさんね、このイケボで笑っててくれるだけで僕はね、嬉しいの。ちょっとね、いい声で、ね、何か言ってくれるだけで僕は、ね、カノアさん、今後もクルーズに出てください。出てこい、ぜひ、ぜひ。じゃあ、今度は制服ね。本当じゃあ、準レギュラーで。やるじゃないんです。言っとくね。はい。で、他にね、じゃあ、
2019年に森田さんの仕事次第で明るくも暗くもそんなことどうなのか森田さん、しなげてタク頼むぜって言って森田さん、テラス行こうパワハラされてるからいや大丈夫ですよ、もうねその分ね、いろんなことしていただいてるのでね、はい、頑張ってますので大丈夫です。準レギュラー決定来てますよ。はいね、もうジェイさんもね、準レギュラーですもんね。あ、ほんとにね、はい、あ、かわいい、やばい声がね、声がパーカーです。これね、裏、後ろ見せてもらえば分かるんですけど、これもクルーズのオリジナルです。これも可愛いですよ。え、パーカーも悩む。スウェットも可愛いけど、スカートも合う。ね、スカート合いますよね、スウェットもだけど。レイちゃん、そういうの似合う体格ですね、体型だしね。裏もね、この首のところも割とおしゃれです、ほら。そうなんですよ。実はクルーズにこういう可愛いのもありますけど、覚えててください。パーカーも好きなんですね。しかも、このポケが繋がってるのが好きなの。可愛い。鏡扱いするテレビを鏡扱いするんじゃないはいね、本当にこういう可愛いのもあるんですね。いいですね。白になったら一気に生えちゃう。生えた白黒だと、まあ、シュッとは見えるけど、白の方が、ね、白飛びしてすげえ可愛く見えるやあ、でも、白だと大きいじゃん、下がだからすごい顔ちっちゃい。そう、見えるんですね。もともと見えると顔ちっちゃいけどね。もっとちっちゃくなった。もっとちっちゃくなった。嬉しい。悩むな、スウェットも好きなんだよな。どうしよう。悩む。お値段ですか。パーカーは1000円高いからいくら。6900円。ああ、ぐらいですかね。はい、ですね。はいね、本当にね、クルーズも実はこういうのがあるんですっていうのを皆さんね、覚えておいていただければね。宮城さん、そこで生着替えしたんですか。そう。生着替え手伝いました。セクハラですよ。結構ね、最近ね、オーディションでパスメイトって言われるのをすごいやってると思うんですよ。普通にやってると思うんですよね。はいね、でも大丈夫ですよ、本当にね、お世話になってるもんね。そうですね、なんで17歳と5歳じゃないから。違いますよ。めっちゃ言うのね。違います。あのね、ねみちゃんタークで言い出してんで、俺はおかしいと思ってるの。あのね、みやみちゃんだし、俺は森田だし、まあ、データでもいいから。可愛いのに、タークン。タークン可愛いですよ。いや、でもね、はい、あのね、タークン。先輩です。でも今はね、多分ね、みーちゃん、タークンっていう響きがね、可愛いっていう感じになってると思うんですけど、あのね、皆さんね、覚えててください。本編見たら、めっちゃいいんで。そう。ちょっと今度じゃあ、公開とかしたいんじゃないですか。ああ、公開の。そう、公開ね。重大発表は黙っとくから、今言いなよ。それしか重大発表じゃないから。次から重大発表ババンなんだから。だった？そうそう、あ、そうか、そういうじゃあ、ちょっと違う重大発表をしとこう。あのね、先にちょっとね、まだ本決まりではないんですけど、あのね、ザレゴトさんの DVD をうちで預かって、もしかしたら売るかもしれないことになるので、そうだったら、みーちゃんタックの原作も見れるので、はい、ね、そしたらね、ぜひぜひね。ね、これな、あれになってきたんですよ。まだまだ、わかんないですけど、まあ、多分そういうふうになるとは思います。わかんないです。はい。それはね、またのいのいね、はい、言っていこうと思いますので、よろしくお願いします。社長の学ランもお願いします。絶対さ、ちゃんと上手ない。で、持ってないし。じゃあ、息子さんの借りればいいじゃないですか。これぐらいです。息子さん借りればいいですよ。ジェイさんの学ランとスニーカー似合いそう。あー、でもね、クロスで出てきそうな人になりそうだね。本当にね、やりそうな。マジ、そういう感じ。あ、みーちゃんが水着で自転車に乗ってるやつ。あー、みんな着れるの。違う、お金の匂いがすごい。お金の匂いがすごい。みんな、お金の匂いがすごい。みんな、お金の匂いがすごい。俺、結構売る気になったな。もうね、こんなことマジやるかもしれないから。普通に作りたい。作りたいわ、お湯。そうね、本当に。そうですね、ありがとうございますね。だってみーちゃんモデル作成クラウドファンディングじゃん。クラウドファンディングでやるの。まさかね。まさかね。やばい、やばい、カノアちゃんのキャットスーツが見たい。ええ、あれでしょ。そう、ボディスーツ。いや、わかるから、たぶんジェイさんわかると思うんだけど。キャットスーツ、わかるよ。富士山のやつ着てるから。やってほしい。そう、キャットスーツ。だから、全身のつなぎのロングとか。あー、そっち系ですね。似合いそう、怖いって言えない。はい。ねえ、はい、そろそろ、あ、コメントもらえますね。はい、全く知らないで。さっき言ったね。はい、高田さん、準レギュラー、おめでとうございます。はい、おめでとうございますですね。はい。
ね、嬉しい。本当にね、本当に最近準レギュラーになるその基準が緩すぎるよね。ね、本当にね、あの正直可愛い子準レギュラーだった。江戸川さんの MC みたいですね。嬉しい。いやでも漢字苦手なんですよね。漢字そうなんですね、はい、ね、まあでも大丈夫ですよ。カナさんどうだって、オッケーいけるかも。ね、本当に今すぐコンビニでミートソースを買ってきて仕付けたいな。やだよ、これまでしょ。最悪じゃん。そしたらお買い上げになっちゃうからでしょ。そう、ね、そしたらもういいよって。そしたら支払いは森田さんなの。いや、俺かい。そしたらなんかグレーのやつがいいな。絶対に何もこぼさない。絶対にも私絶対よこしますよ。グレーの豚とか目立ってます。あとみやみちゃんの水着カレープリントで、本当に買うんですね。カナさんは何でも似合いそう。そうだね、本当にね。ね、似合う。正直ね、あのクルーズの商品って結構外国の方とか似合う商品が多かったりますから、もちろんあの日本の方にも似合うんですよ。なんですけど、その外国の方のそば、特輸入だから、アメリカの人たちのように作っているものだから、やっぱりそういう人たちが着ると似合うのよ。もう本当に。1.5 倍増しで似合いますよね、大体。似合うね。そうなんですよ。任せてコーディネートありがとうございます。じゃあちょっと、後であれしますか。なんか着てもらって写真あげれますか。ああ、いいね。おいしいね。本当にコーディネートします。おー、楽しみ。ぜひぜひね。あの、ブルースのツイッターでその人さんとあげてくださいよ。皆さん見えるよね。クリスマスコスプレ発信にしましょう。コスプレ配信、クリスマス。すごいですね。クリスマスだもんね。そうか、クリスマスだもんね。サンタ来てくる。でも、開きますよ、セクシーな感じ。セクシーな感じ。セクシーな感じできますよ。ねえ、僕と仲良くしていきますね。トナカイがツリーになってますね。ツリーツリーになるんですね。そうそうそう。あのね、ツリーの帽子持ってるんです。カノさん、誕生日いつですか？誕生日12月12です。おお、近い。しかも、近い。しかもクリスマス近いじゃない。すげえ。ことは言ったんです、本当に。なんかアメリカね、あの、まあ、お正月みたいなことなんですね。だからみんな、お祝えないし、お年なのに。ああ、でも、教えないことしないとですね。そうね、クリスマス。それでやりましょう。え、教えてやりましょう。あのね、お酒とシェイカーと、あれを持ってきて、あのバースプーンを持ってきていただければ僕振りますよ。いいですね。あ、そうなっちゃった。そっちだっちゃった。生機会ね、あ、皆さんのサービスちょっとです。ありがとうございます。みーちゃんの、では逆にみーちゃんの水着姿では買いません。でも行ってよかって。これさ、これさ、書いたってことは、なおさんだよね。なんだ。聞かなかった。そっか。考えないんで。はい。よろしくお願いしますね。はい。まじさん、年齢の割に古いネタ詳しいですね。言うて、俺35で6ですよ。35で6ですよ。言うて、結構な年ですよ。そうですよ。え、そっか。私と15違いです。そう。私がちょうど26なんで、ね、27になるんで。あ、じゃあ9個違いだ。あ、そっか。俺が5で6になるから。そっか。9個違い。9個違い。ケイさんいくつなんですか？35です。あ、俺の1個下。私が35歳です。あー、なるほどね。なんだろう、貫禄が全然違うんだ。俺がプラドかな。え、年齢公開ですか？非公開。非公開と年齢は、あー、23です。あー、若い。若いね、本当に。もう一回りとちょっと違うね。本当に。26です。あ、え、え？
若作りしてるんですよ。若作りしてるんですよ。本当に。私も若作りしてますもん。はい、25で6でね。あ、でもね、役者やってる人たちって結構若い。あー、まあ、すごい良かったんですよね。そうすっごい年上にいつもいれば、そう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 、相談なんて。そう。これ、そうと思ってたの、うん、なので、カンガさん初めてなので、はい、コメントまた紹介しますね。カンガさん初めてなので、聞きたいんですけど、はい、どういう男性の人が、タイプさん。あそう、ね、これ聞こうと思ってた。カンガさんの好きなタイプを聞くまでは終われない。そう、これ聞こうと思ってたの。あのね、そのアメリカの方、はい、ハーフの方って、はい、どういう男性を好くのかって、結構興味あるじゃん。35、6のあたりから、カレー臭が徐々にパンチに増しますから。うぜぇ、カレー臭とか言うな。これね、耳を後ろすげえ磨いてるからね、今。あ、そう、いいですよね。いいと思えたらそこしっかり聞こう。で、本当に僕はね、聞こうって。はい、ね。みやぶちゃんが聞いたことあった。私聞いたことあります、はい、でも彼氏にするなら日本人とアメリカ人どっちか。そうだね、なんかそれは関係ない、うん、関係ない、うん、あ、中身とか性格でも私が一番こだわっちゃうのがやっぱりその身長とか肩幅なんか、あ、そう、なんか私より大きくてあのね、ちょっとごっつりごっつり肩がいい子がちょっとキュン。あ、どっちかっていうとだから あれタイプだ、エグザイルとかマッチョタイプだ。マッチョ、マッチョっていうよりもなんかもう骨がでかいみたいな。ああ、武士の君とかね。ああ、そうですね。まあ、でかいみたいな。よくクルーズにも来てくれてる藤本君っていう人がいるんですけど、その人の筋肉はすごいですよ。すごいですよね。こうやってやったらここら辺にもうベキベキベキって出るからね。ああ、ね。みやぶちゃんはどうなんだっけ。私はなんか言ってたね、本当に甘やかされたいタイプなんで、うん、ね、本当に帰ってきたらオウムしてな。あの、カンワちゃんは日本人っぽいと、あのアメリカ人っぽいと思う、自分で。自分がですか、うん、え、もうハイブリッド。かっこいい。よく聞く話なんですけど、やハーフの人とかって、なんていうんですかね、その自分の、その、なんていうんですかね、自分のその、あれが分からなくなるというか、その国がどっちか分からなくなるみたいなあるよね。なんか、なんていうんだっけ、うん、バイタリティじゃない、なんだっけ、アイデンティティ。アイデンティティ、あ、そう、アイデンティティが分かんなくなるっていうのはよく聞くよね。やっぱなんか日本にいると完全に日本人ではなく、アメリカにいると完全にアメリカ人ではなく、うん、なんかやっぱ両方混ざってるので、ね、なんかシチュエーションによってあれなんかちょっと受け方が違うとか、うん、反応の仕方が違うとか多いね。あるんだよね。それね、聞いたことあるの。僕もハーフの友達とか結構いるか、そういうこと聞いたら僕の自分でアイデンティティ分かんなくなるんだよね、旅っていうのは聞いたことある。うん、ね、はい、ということでですね、そうそう、言うね、もう言うて、もう3分ぐらい過ぎてるんで、はい、そうですね、ごめんね、また来てもらうので、で、みんなのね、楽しみだな、制服、やるの、制服、はい、はい、ね、ということでですね、そうそうですね、締めていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ここからは、こっちかなはい、ということでですね、じゃあ、かなさんから、はい、前の方へ行かれてください。じゃあまずはコアラくんから。コアくん。コアくんです。コアが大好きなエスカラットっていうダンスボーカルグループのカノアです。ツイッターはカノアすぎって書き込んでいきます。それかエスカラットアンダースコアカノアで出てきます。明日9日に、2本ライブがあるんですけど、確実に出るのは六本木のモルフ東京、出演時間が19時5分。ちょっと遅いんですけど、ぜひ来てください、はい、詳細は DM まで待ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからはツイッターです。あ、ありがとうございます。ね、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひね、チェックして、もう準レギュラーって言われてるので、ね、もう来ていただいてっていう感じですね。はい、じゃあ、ゼイさん。はい、はい、改めまして、ミスター J こと大竹純平でございます。Facebook は、こちら本名大竹純平 で、Twitter、Instagram は Mr.J の名前で、もしくはこちらのアカウントを入れていただければ出てまいります。で、12月1日、土曜日、11時から16時なんですけれども、渋谷クロス FM さんで、ママ夢ラジオという全国のママさんたちの夢を叶えていこうというコンセプトの番組があるんですけども、その出張版ともいえるママ夢ライブというイベントが12月1日、
11時から16時、に行われます。会場はあの長町という、まあ、コミュニティスペースといえ言えばいいんですけど、そこでやります。まあ、あのいろんな場所なんですけども、まあ、占いとかクラフトとかそういうのがいろいろあるんですけども、その中の一つにバンド演奏というのがありまして、僕そのバンドの中の一人としてキーボードを、演奏させていただきます。なんと入場料が500円でございます。いいですか、500円ですよ。500円で11時から16時まで楽しむことができますので、もしよろしければ、12月1日ぜひお越しください。僕のキーボードを弾くところが、見られますのでよろしくお願いします。いつもあなたのそばにミスター J でございます。はい、ありがとうございます。そうね、僕ね言ってたんだけど、J さんのツイッターです。そう、 J さんのツイッターですね。はい、J さんにあのそういうなんかやめた方がいいですよって実はクルスで言ったんです。そう、それでそしたら今度は決めてくれましたね。はい、いつもあなたのそばにミスター J ですね。皆さん覚えておいてくださいね。じゃあ、やめちゃん行こう。はい、クリシンボグラドルの釘松みやびです。今日はアシスタント MC させていただきました。ありがとうございました。告知はですね、本日夜9時ツイッターで重大告知があるのでよかったらしてください。あと25分です。あと25分です。あと2回1個あります。ぜひぜひ見てください。あと今週の日曜日はフレッシュのセッション撮影開催します。秋葉原で待ってます。そして来週はなんと、土曜日が名古屋撮影会、日曜日が大阪撮影会で初の遠征撮影なので、ぜひ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 見てください。よろしくお願いします。そして12月の9日大塩忘年会オフ会をします。ぜひぜひ一緒に大塩で餃子いっぱい食べましょう。今月まで募集してるので、よかったら DM までご予約お待ちしてます。以上です。 Twitter で会いましょう。杉町みやびでした。ありがとうございました。あ、次の出演は22日です。はい、よろしくお願いします。はい、みやびちゃんのツイッターでーす。王将の餃子何食べいけそう。王将の餃子、何歳でも、多分餃子だけだから、結構食べれそうですよね。10皿は超える。いけますか、ね、あの、楽屋でもらっていいですかね。お願いします。はい、じゃあ、ですね、クルーズ TV こんな感じで、緩い感じでやってまーす。こんな感じで、ちょっとね、本当に、観覧無料なんで、本当に皆さんね、来ていただければみんな本当会えるので、そこだけね、ちょっと押させてくださいね。ぜひください。あのね、チェキ君も来てくれてね。はいね、チェキ君がチェキ取ってくれた。チェキ君がチェキ取ってくれたね。はい、で、あとまあクルーズ TV の方ね、Twitter やってるので、そちらね、フォローしていただければ、本当にね、今日誰が出るのかとか、そういったあのやつも出てきますので、ぜひぜひね、はい、お願いいたしますね。あの、Twitter フォローしていただいて、観覧も無料なんで観覧来ていただいてっていう形ですかね。よろしくお願いいたします。はい、そして僕やってます、普段俳優やってます、森田武弘と言います。武弘アンダーバー森田っていう名前で、検索していただければ出てきますので、フォローしていただければ嬉しいです。ありがたいことに5000フォロワー超えてきたのでね、皆さんも仲良くしてもらってですね、本当に、ツイッターの方ね、フォローしていただければと思います。ありがたいことにですね、いろんなね、あの映像の仕事が入ってきてまして、この先ですね、皆さんに映像でですね、お会いすることができるようになるとは思いますので、よろしくお願いします。この間濡れ場やってきたからね。はい、よろしくお願いいたしますね。はい、1月8日です。ダブルエクスタシー、女性2人捜査官大捜査っていう感じでね、やってますね。はい、これですね、はい、こんな感じでやってます。もう今ね、もう予約をね、もう募集しているのでね、1月8日発売なので、ぜひぜひね、皆さんね、買っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらですね、で、火星豚っていうね、ドラマの方もですね、テレビ埼玉の方でやってます。そちらの方で、ね、見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとエッチ、はい、そうですね。もう一回チャラい、もう一回チャラい。言っとくけどね、これ毎回言ってるけど、あのね、ほんでこれはお仕事だからね。はい、これ森田くんのツイッターでーす。よろしくお願いいたしますね。フォローしていただけたのね、フォローしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ではですね、ちょっとね、コメントの方を最後に紹介していきましょう。はーい。これみんなやっぱりアメリカンですね。ねえ、ね、あとないですよ。いや、でもすごいいい。なんかそういう好みってあんまり聞かないから新鮮です。うん、本当にね。ね、でも、ね、すごい新鮮。日本の方もみんな気になく、なんかそういうね、差別して。そうですね、そうだね。はい、ワンタさんって実はジンバブエ国籍でしょ。よかったね。ジンバブエ誰言ったの。誰が言い出したのそれね。はい、ね、ちょっとプロテイン飲んできますよ。どつい人が好きって言ったからね。確かにプロテイン飲んだらこうなると。確かに、ね、ハイブリッドかっこいいって言ってますね、本当にね。あ、じゃあ最後に、ね、今度
川さんに今日来てくれてありがとう的なことを英語で言ってもらうか。嬉しい。ね、はい。いいですか。どうぞ。はい。Thank you everybody so much for watching. I had a great time on Chris TV today, and I'll see you in the next episode with my costume. Bye. 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 Bye.番組が急に CNN そうですね、あはーって言っててはい、六本木の、マーフは音響がいいんだよって言ってますね。そうなんだ、音響いいとこいいね。はい、すごい、音がいいね。俺のジェイさん来てるよ。おはようます皆さん、全国のマダムを病気してるんですね。全国のマダムジェイさん、エロいキーボードさばきエロくないです。普通に言います。はい、みーちゃん可愛いよ。ありがとう。もう21時だよって嘘ついてるから、ね、そう、これ今見てびっくりしたんだけどびっくりしちゃった。カナダさん撮影会やらないのって来てますよ。撮影会これからもっと増やそうと思ってます。なるほどね。なので告知するので、はい、Twitter フォローお願いします。お願いします。そして、無料で俺の森田さんとお会いできるのが僕いいので、ぜひぜひあの来ていただければ、アクシでもサインでも何でもしますよ。だってそのチャラさでみーちゃん落とすのかと待ち受けるんじゃないでもあのね、あの付き合ってないけど、あのね、ギャルだったら実はね、この子もね、チャラいかもしれないよ。え、でもやっぱり成人真面目な人が好きですなんかあの浮気とかしな、なんかチャラい人って浮気するってイメージあるんですけど、浮気する人マジ無理。森田無理。あの本当にね、言っとくけど、みんな言うけど、俺ね本当チャラくないからね。本当に本当にマジで、この間本当にその浮気する役やるときマジでここにもう悩んだんだから、悩んだらどうしたんだから本当に、やったことないからどういう心境なんだろうってなってて大変だ。だからそれこそ B 社の方が僕は役作りは簡単でした。おー、はいね、はい、待って、みやみちゃん絶対チャラくないからなんで私がチャラいみたいな私ワンちゃんとしか喋れないからさ人間と、人間とマジほんと可愛いんだよ。ワンちゃん可愛いんだよ。ほぼほぼ食べるって言うよ。そうそうそう、あんまり本当にオフの日も人と会わないんですよ。あ、そうね、犬とかばっかりしてるから、ね、人と もう付き合い方とかも何年もマジでね、配信でその2匹が出てくるとマジでもう俺癒されまくってるからね。可愛いから可愛いなーって言いながら見てるから。ワンちゃん好きです。ワンちゃん大好き。猫派ですか、犬派ですか。両方派です。両方派ですか。はい、でも猫って性格によって違うじゃないですか。あー、確かにね。いい猫もいてもちょっとツンツンしてる。そうですね。犬は限りなく、そうなの、そうなんですよね。すごくね、すごく寄ってきてくれるよね。寄ってくる。森田さん、みやびさんとワンちゃん、どっちが可愛かったですか？ね、ルルポポです。あーあーなっせー、ひどい。いや、違う、でも本当に可愛いんだって。本当にみやびさんのショールーム行ってみ、マジで可愛いから本当に超癒されるんだから、マジで本当に。なんかもう本当にワンちゃん飼うと、あの結婚後期が遅れるよって言われながらも飼ったんですけど、やっぱり飼ってみたら、本当に何よりも可愛いなと思っちゃう。そう、本当にすごい。タコさんから、森田さん、ツイッターで会話してから結構真面目だなと思います。これでいいですか？ウケるね、これでいいですか、いらないんですよ。はい、ね、いや本当にあのマジで俺本当にね、あのみやちゃんのショールームを押してるわけじゃなくて、単純に本当にルルポポがいいからいやマジで本当にコミショって言わないバレるからすぐバレる。そうで、本当にね、メスとオスなんだけど、本当にね、子供あの見てもあのね、人間の子供見てるみたいな動きをするの、お二人ともね、本当に、本当に、あのね、はい、次、森田さん、カノアさんと犬、どっちが可愛いですか？それは言いたいけど、俺でも犬です。いっぱい、いっぱい敵を増やしてる。今、全国の歯を引き伸ばしました。あのね、僕ね、本当に犬大好きなんですよ。ちっちゃい頃からすげえ飼ってるから、この間までもう亡くなっちゃったんですけど、あの実家でヨーキー飼ってたし、うん、めっちゃ可愛かったんですよね。なんでもいいし、ヨーキー可愛いしね。大きい犬と小さい犬、好みありますね。ああ、どっちも好きです。俺も実家で飼ってた時期だった。だから、ゴールデンレトリバーと
よし当てよう。私、高校の時にあの中ぐらいの犬飼ってました。ねえ。なんか、あの、なんだっけ、ピットブルみたいな。ああ。筋肉ありますね。はいはいはい。やっぱ筋肉、犬も筋肉。筋肉大好き。本当に、ね、もうね、本当に犬は可愛いね。そうですね。今日のクズ TV の結果、犬が可愛い。コメントでもルルポ推しが。そう、本当にね、マジで可愛いから。あのね、本当に、あの、ポポがオスで、ルルがメスなんだけど、うん、あのね、ポポはね、本当にね、男の子みたいなの、うん、すげえワンパクなんだね。で、ルルちゃんはいつもね、あのみやびちゃんのね、ここら辺に入ってね、ずっとみやびちゃんを見てね、ほんと可愛いの。いや、マジで、ほんとにこれマジで可愛いの。いや、マジで、うん、俺ルルポポ配信でもいいよね。だから、ルルポポのオフ会があるって言ったら俺行くかもしれない。マジ可愛いから、本当にみやびちゃんのショールーム行ってみ、マジ可愛い。俺は番組森田さんが好きです。おー、ありがとう。ありがとう、ね、ありがとうございます。結論は犬最強、わかります。そうですね、わかります。結論犬最強ですね。すごいわかる。はい、ということでですね、そもそも大丈夫かな、ごめんね、全部紹介できなかった人、ごめんなさいね。コメントの方で、あ、これちょっと気になる、カナーさんは東京で好きな街ありますか？好きな街、好きな街全部好きだな。でも、これは難しい。渋谷が一番好きかもしれない。なんかショッピングもあって、うん、なんかスクランブルもあってみたいな。あ、ちょっと普通にちょっとさ、一個だけ聞いていい？ごめんね、長くなって。あのね、ほら、日本って温泉至る所にあるじゃん。はい、アメリカってどうなんですか？温泉ですか？一回温泉行ったんですよ。温泉、ね、はい、温泉、はい、で、ヨーロッパ系だったんですよ。はい、で、ロッカー入って入ろうとしたら、男女ミックスだったんですよ。で、なんか、あの、ちょっと年寄りの男子とかも、もう裸で、こんな感じで、スポーツやってたんですよ。すごい。もちろん、なんか、あの、なんて行ったんですけど、友達とびっくりして。全然、温泉って、私、日本の温泉を思い浮かぶんですけど、でも温泉じゃない。あ、そうなんだ。だからね、危ない、危ないっていうか。そうなんだ。なんかさ、そのさ、俺のイメージだよ。俺のイメージだけど、テルマエロマエが出てくるの。海外のお風呂って言ったら、だから、あれは銭湯ですもんね。あれは銭湯だし、あれでも、LA にはない、ある？あの、韓国系のスパが多いです。あれが、まあ、温泉、韓国の温泉。あのね、だからそれちょっと気になってたんだよ。だから、あの、日本の温泉は行きますか？日本の行きます。行けるチャンスあるから行きます。本当にね、気持ちいいよ。でも、すごい行きます。マジで、もう一回も行ったこと。いや、行きなさいよ。行きましょう。そこなんだから行きたい。あのね、今日ナンパしちゃってすいません。大江戸温泉物語っていろんなとこに あるから、本当に。この間俺、鬼怒川の大江戸温泉に行ってきたよ。すげえね、いいよ、本当に。いろんな温泉あるしね。いいな、行きたいな。あとね、温泉で言うんだったら、近くだったらね、千葉のね、あのね、ホテル三日月の竜宮城。めっちゃいいよ、言っとく、めっちゃいいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。大江戸温泉は偽物です。ありがとうございます。ほんとそれ、あのね、あの竜宮城で、ね、ジュニアさん知らないと思ったけど、竜宮城ってホテルだって思うから。もう本当に、あ、マッシュルさんがよく行ってたとこ。そうなんですね。そう本当にね、いい。本当にあのね、今冬だからそれ書いてないけど、あのすっげえ広い、いろんなフロアがあるフロアがあるのよ。で、それと同じだけのあの大きさのプールがあるのよ。そう、そのプールの方にはあの滑り台もあるし、なんかもう本当にすげえいい、マジで。あのね、チキ君が大江戸温泉物語こないだ行ったクルーズ TV の後。そう、もう本当にね、あの男3人で行ったんですよ。前ね、舞台が一緒だった男3人で行ったんですけど、その時にもう三重絡みのおっさんがキャッキャ言いながら楽しんだからね。マジで、おめえ楽しい、ここって言いながら。行きたい、めっちゃ行きたいです。あのね、金色の風呂とかあるよ。金色の金色の風呂とかある。金色の風呂とかある。そう豪華ですね。豪華ですね。そう、あとなんか本当に歩く、その流れるプールみたいなのあるじゃん。 あれの温泉版みたいなのもあるし、流れてるんですか？そう、流れてるっていうか、そのこう歩いてる、歩けるような下に壺があったり、足壺があったりとか。すごい、すげえ。とりあえず温泉スペシャルお願いします。値段は誰が出すんだ？じゃあクラウドファンディングで。それやってくれるならやりますよ。はい、ね、本当にマジで三日月は一回行った方がいいと思う。ホテル三日月っていうの、
竜宮城は本当にいいですよ。あのね、海ほたる渡れば、あの本当に早いから。アクアライン通れば、都内から45分かとかから。海ほたるもいいですよね。海ほたるもね、いいけど、あそこでね、俺ね。海ほたる温泉あんの？温泉はないです、ね。温泉はないですけど、あそこをね、あのそのだから三日月行くときに寄ったんですよ。で、あの肉まんみたいなのがあったのって買ってみたんですけど、これ言っていいのかな、ごめんなさいね、本当関係者の方いらっしゃったらごめんなさいね。あの、チヂミまんやったんです。私それ食べたくて買わなかったんですよ。食べた方がいい。ごめんね、これ怒られたらごめん、本当に。それはなぜですか？あのね、ぜひ別で食べたいです。あのね、異物でしかないのよ。え、私肉まんだったら、あの私名古屋出身なんですけど、サントラ屋にあるんですよ、あの明太子の明太子ある。そう、明太子の工場みたいなのがあって、そこで明太肉のみたいなのがあって、めちゃくちゃ美味しかったです。やべ、みやびさん重大発表もうすぐだよ。そうですね。でもね、もうね、あとポチッとするだけじゃないです。準備簡単だから。さあ、もうね、言うてね、言うてそろそろ終わろうかなって言いながら、もう20分、23分。もうめんどくさいから重大発表までやんない。ここで盛り上がんない、それね。いやいやいや、マジすか。そうね、ツイッターでね、もういいから言いなさいよ。ツイッターフォローして。ツイッターフォローだって。フォローお願いします。ちょっとね、ちょっとね、加藤さんにね、なんか来てもらって、来てもらって、撮ったりもするので、遅くなっちゃうから。はいね、ということでですね、はい、本日グルーズに終わりさせていただこうと思います。楽しんでいただけましたか、皆さん。楽しかったです。ぜひね、皆さん楽しんで、あのね、次回もね、楽しんでいただければと思います。次回がですね、日曜日ですね、日曜日の7時から、8時半から9時までの間ぐらいでやってまーす。それで、次回はですね、ヤフーショッピングライブの方が、同時配信ですね、もう本当に7時から回ってまーす。なので、ヤフーショッピングライブの方もですね、見れるのでね、そっちの方、ショップの方気になったりとかしたら、そっちの方見てもいいかもしれないですね。はい、ということでですね、まあ、クルーズ TV をやってる間中、ヤフーショッピングは、なってるので、はい、ぜひね、そっち両方見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、11月11日はいい買い物の日です。はい、ちょっとですね、いろいろなセットがあったりとかするんじゃないかなとは思いますので、ね、ちょっと行ってみて、見ていただければと思います。なんか企画します。はい、よろしくお願いいたします。はい、何これですか？よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、これでクルーズリビの方法を締めさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。コメントたくさんありがとうございます。ありがとうございます。全部読めなかった、ごめんね。はい、よろしくお願いします。今日超えて424。すごいね。本当に読み切れないよね。はい、ということでですね、はい、ありがとうございました。ということでですね、本日もクルーズリビこのぐらいで終わらさせていただこうと思います。では、皆さん次回会いましょう。さよなら。ありがとうございました。バイバイ。